こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2018年初頭、マスコミの一部が自衛隊が電子攻撃機の導入を検討しているという報道をしたことにより、それ以後、国産の電子攻撃機の開発が取り沙汰されるようになりました。日本の独自開発という指摘については、眉唾な憶測でしかないと考えられていますが、その代わりに予想されているのがアメリカ軍使用の電子攻撃機 EA-18GB の導入です。この電子攻撃機 EA-18GB について説明しますと、アメリカ海軍の空母艦載機の主力機 FA-18F スーパーホーネット戦闘機を基本として開発された電子攻撃機です。あまり聞き慣れない響きと思われますが、そもそも電子攻撃機とは一体どんなものなのでしょう？その名の通り、電子戦を重視して設計、装備された航空機のことです。IT 時代の現代、その戦闘システムには必須の電子戦闘を担っていく新種の航空戦力と言われています。この電子攻撃機 EA-18GB ですが、通称グラウラーと呼ばれ、日本語では、うなり声を上げるものという意味だそうです。このグラウラーは、アメリカ軍ではすでに約100機を実戦配備しているそうです。アメリカが誇る原子力空母ロナルド・レーガンの艦載機としても運用されているそうです。そう考えると、アメリカ国内ではかなり知名度があり、使用されている機体だということがわかりますね。アメリカ軍以外でもオーストラリア空軍が12機を運用しているそうですが、オーストラリア独自の開発というわけではなく、アメリカから借用している状態です。グラウラーの具体的な任務ですが、自軍が敵の陸上ミサイル基地や艦船へ攻撃するのに先立って、あらかじめ相手のレーダーや各種の電子機器システム等を混乱させたり、無効化させてこちらの物理的攻撃をサポートするのが優先任務とされています。レーダーや電子機器システムを混乱させたり、破壊するためには IT 電子攻撃が必要になります。この電子攻撃によって敵のミサイル網や兵器システム機能を停止させたり、破壊することに特化した航空機なので、ベースである FA-18F スーパーホーネットのように物理的な兵装や装備は搭載されていません。確かに、コンピュータさえあれば良いという機体と想像できますから、余計な装備をつけて、離脱時のスピードに影響が出ては困りますよね。空母艦載機の中では、主力機と呼ばれる、FA-18F スーパーホーネット戦闘機にお供して、随伴と言います。連携した作戦行動ができるので、グラウラーは、攻撃の第一段階を担う近代航空兵力のようと呼んでも過言ではない存在と思われます。航空自衛隊は EC-1 や YS-11EA などの航空機を原型とした電子戦機を保有しているそうですが、これらを電子戦向けの訓練機というポジションで配備しています。この航空機が電子攻撃機 EA-18GB と根本的に違っているのは、前述の通り、この土台となる機体の違いです。
EC-1 や YS-11EA は航空機が土台なので、戦闘機と比べると大型になっています。これらだけではなく、最新型の国産輸送機 C2 を土台にした航空機を計画しているとも言われていますから、これらの動きから国産の電子攻撃機製造云々という推測をされることになったようです。ちなみ EA-18GHz は複座式の航空機なので、操縦士と電子戦を行う人員の2名1組で搭乗して運用するという形になるそうです。この電子攻撃機 EA-18GHz の兵器の特性を考えてみると、自分たちが先に物理的攻撃を仕掛け成功するのが目的ですが、問題になるのは攻撃を仕掛ける航空機という概念だと思われます。日本は専守防衛を基本としていますから、こうした先制攻撃的な概念は自衛隊の存在意義に反するのではないか、馴染まないのではないかという見解があるのです。これは今までの自衛隊をめぐる様々な意見でもよく言われた見解でした。またこのような政治的課題がネックになるのではなく、高度な電子戦を展開する能力を同盟国とはいえアメリカ以外に供与してはならないというアメリカ側の思惑が伺えるような場面もあります。オーストラリア空軍の12機についてもあくまでもリース形式で貸与されているのですから、アメリカが自軍の技術を他国へ与えることを拒絶していることは明白でしょう。似たような状況が日本でもありました。アメリカが開発した F-22 ステルス戦闘機、通称ラプター、猛禽類の意味ですを、日本は輸入を希望していました。しかし、軍事機密の塊と化した F-22 を外に出して、技術が漏洩するのを危惧したアメリカは、とうとう輸出を禁止し、国内のみで運用させることにしたのでした。この一件を彷彿させます。余談になりますが、この F-22 ステルス戦闘機は、現在の判断ではその性能が、オーバースペックすぎると評価されているそうです。ラプターが世界最高の運動性能や兵装を実現した戦闘機であることは言うまでもありませんが、逆にその高スペックのせいで敵となる戦闘機がいなくなってしまい、せっかくの高性能の見せ場がないという残念なことになってしまったというのです。こういうのを宝の持ち腐れというのかもしれませんね。ガンは旧大ラプターのような戦闘機が持つ直接的な攻撃力よりも、グラウラーの持つ価値は自衛隊の中では大きいものがあると考えられています。特に近年頻発する北朝鮮のミサイル問題、拡大続ける中国海軍の脅威などを考慮すると、自衛隊としてグラウラーは何としても装備したい航空機でしょう。仮にロシアの新型地対空ミサイル S-500 が極東や北方領土に配備されたとすれば、理論上では北海道から東北全域がその射程距離である400km 圏内にすっぽりと入ることになるのです。こうなってしまったら、北海道千歳基地や青森県三沢基地の航空戦力が脅かされる事態となります。その場合の対応の重要性を考えると、電子攻撃機 EA-18GHz の導入が、
喫緊の課題であることは言うまでもない事実ではないでしょうか。ロシアと中国の動き、これらがにわかに電子攻撃機 EA-18GB の導入が世間の噂話としてささやかれ始めた最大の原因と考えられるのです。長い射程を要するミサイルに対する備えとして敵の電子システムを攪乱し停止させてしまう電子攻撃機は国防にとっては欠かすことができない兵器と考えられます。このグラウラーをどうするのか、今後の動向に注目が集まりそうです。